夜中にアップしたこの4000万円のヒロイさんね、おそらくヒロイさん、この4000万円のこれ家庭の話だけどね、この4000万円のヒロイさんが立花派について、千葉のその政治家女子48との住所つか事務所の所在地の簡易裁判所に仮、差し押さえ督促つうんだね、差し押さえ督促っていうのはちょっと私も法律のど素人なんで分かんないんですけど、これをこう押さえに行くとするじゃない、内通しててね、内通して要は今残っているこの4月に交付された 0.83 を大津さん陣営に使わさないために、これ1回政党交付金が口座が凍結してるっていうのはこれ嘘で、これ 0.83 全部移すとするじゃん。それ誰権限持ってるかっつうと、当然立花さん持ってる、会計責任者だから立花さんが移せますよね。何らかの堀江門新党とかにまず移すとするじゃない、仮にね、堀江門新党に移して、そのうちのいくらかがもう引き落としてもう使われている部分ね、使われている部分、そして残りの部分の例えば4000万ぐらい残ってたとするも、これに返して、支払い督促を簡易裁判所に申し立てる。それと債務者である大津彩香代表、大津彩香が異議を申し立てすると、ここから裁判スタートしますから、だから裁判返す、借金返す気ねえよと、この 0.4 億円ね、これ4000万の人に返す気ねえよということが確定するということを、白井さんという方がおそらく想定したんじゃないかなと。私よりも多分法律詳しいんでそんな感じじゃないかなと。で、鶴岡さんが、コメントでくださったのは、なぜここ変更登記で、所在地変えるかっつったら、まあ一つのそのイメージとしては、この 1.4 億のうち4000万じゃなくて、実際大津陣営が回収に仮にだよ、走っていったのが8000万だとすれば、まあ正直足らんわけですよ。4月分じゃ足らんわけでしょ。だから7月10月12月ってこう、待っていくんだけど、実際はこの4000万じゃなくて、実際ここ6000万ぐらいで細切れにこうね、これ細切れにある2000万ぐらいこうかき集めてくると、常にこうかけていけるわけよ。常に簡易裁判所にかけていくわけね。でそのたんびにこっちが反訴つかそのやつに対してこう反訴していくんじゃないかなって考えた時に、まず一つは住所を移すことによってそれがやりやすくなる、もしくはその次から次へと攻撃、支払い督促をしてくるやつを、一旦今なまらせるとかね、遅らせる、で7月の交付を待つとかね、そんな感じじゃないかなと思うんですけど、ちょっとわかんないです。これはちょっと皆さんで考えましょう、ライブ配信とかで、私も詳しくないんで、ね、ようやくなんとなく穂高ちゃんが言っていたやつが、分かってきたんだけど、これね、これこそまさに政党助成法違反になっちゃいますよって、いずれね。でもそれはいずれ誰かが1年半後から2年ぐらいの間に、こういう風な情報があったので、この時のこの移動っていうのは、ね、国民に対する説明と全然違いますよね、政党助成法違反じゃないですかって騒がない限りは多分明らかにならないことなのよ、そもそもね。でこれほら、移動できるの今のところ立花さんだったわけなんだけど、今もう大津さん陣営が誰でしたっけ、広瀬さんに変えたわけでしょ、広瀬さんに変えたわけでしょ、この移動できる権利をね、だからこれをどうするかっていうのはちょっと総務省で悩ましくて、おそらく立花さんに電話とかしてるはずなんですよ。わかりますか、ね、立花さんとかに電話してるはずなんですよ。で立花さん多分最初知らねえよって言ったんじゃない、最初知らねえよ、広瀬さんに変えればって言ったんじゃない、ね、そしたら総務省がビビったんじゃないかなと思うんだよね、私。だからお願いしますよって言ったんじゃないかなと。だから立花さんがもう辞められないと、もう会計責任者、もうこの借金問題 10.5 億プラス、あと利息分で、合わせて12、3から億ね、これあるとしてね、あるとしたらこの分は吐けるまで辞められないんじゃないのっていうね。だから辞める気まんまだった可能性があるわけよ。これに乗じて大津彩香さん側のこのね、会計責任者をこういうやつに乗じて辞める気まんまだった可能性があるわけ、立花さんはね。それはないですよって言っとかないと、高沢さんがよく言っている、高沢さんとかがよく言ってる、債権者に対する見せ玉なわけ、総会自体が。総会のやつ議事録いらねえって言ったでしょ。
ね、斉藤さんたちもう勘違いしてんのよ。議事録いらねえのよ。あれもう立花さんのオナニー会見ですから、これ高澤さん曰くオナニー会見でしょ。立花さんのオナニー会見っていうのは その金を貸してくださってる方にこれ見せるためのやつだというふうに、オナニー会見だということだから議事録いらないわけよ特にね。まあ、動画でうんぬん言ってるけど、ね、弁護士さんが指示してるはずですから、だから動画で書面っていうのは必要ですから、だからやんだけど いらねえよっていうのは、なんで、だから目的がそもそもがその総会を開いたよっていうことじゃなくて、もうもはやあの債務者に対して、ね、安心してくださいと、私が会計責任者をほっぷり出してどこまでも行くってことはないですよっていうのを言うためだけにやってるっていう感じじゃないかな。まあ、なんとなくだんだん分かってきたなって感じですね。はい、以上です。